クラブ馬じゃない馬たちが当然ライバル馬として立ちはだかってくる、はい、わけでペーパーオーナーゲームの本とかをこれとこれとこれとバーって出したら7300円とかするんだから何なんでしょう。いけてなかった馬列でピックアップしますね。はい、アークライト。うるさいわいきなりそのうるさいうるさい今日も元気に小町です。今日も元気に近藤明です。今日まだ元気ないって言われてる金梨和也です。先生、先生、ご視聴チャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、はい、今日は日曜日ということで、ダービーどうだったのかな。いやー、強かったですね。ダービーどうなんですかね。今日はまあ火曜日なんで全然ね、わかんないですけど、二冠馬が出たのか、ウォッカ以来の回とか、勝ったのか、はたまたということなんですけど、ダービーが終わったということは、もうついに始まりますよね。そうですね。うん、何が二歳戦だよ。二歳戦が始まりますよ、ついに。あ、それね。はい。しかも、なんて言ったの？ホグって言ったのね。ホグ。はい、POG。はい。はい、ということでね、あの、カヤさんがネタバラシをしてますけど、今日は、その、はい、一口のね、クラブの馬たちも、続々とこれからデビューをしていくんですが、はい、まあ、昨日、僕らの出資は一覧をこうバッと出してやったじゃないですか。はい。で、クラブ馬じゃない馬たちが当然ライバル馬として立ちはだかってくるわけで、どんな馬がいるのかというのをねちょっと調査してみようじゃないかというね、そういう話で、ちょうど、J さんの POG ももうすぐ締め切りなので、まだ何も馬を選んでない僕と悲しい。でもアキラはなんかしっかりねチェックして、でもなんかチームとしてもまだどの馬を選ぼうかって何にも決めてないですもん、何にも決めてない。なので、まあまあそのあたりの話をちょっとね、はい、軽くしちゃおうかなと思ってさ、はい、昨日本買ってきたのよ、この POG ポーパーポーパーポーパーペーパーオーナーゲームの本とかをまとめてさ買ったんだけど、昨日の昼休みに本屋さんに行って、で平置きに積まれてるやつをバーって取って、あ、これとこれとこれとバーって出したら7300円とかするんだから何なんでしょうね。4冊でその値段言われたら絶対間違ってると思うよね。引くわー、そんなにすんのこれ。もうねえ、やってられません。なのでちょっとしっかり回収しないといけないということですね。はい、熟読したいと思いますけど、はい、でも昨日買ったばっかで、で実はこの動画を撮る前にみんなで一生懸命、はい、見てバーって出して注目されてる馬ね。で、アキラさんはもともと選んでた馬がいるので、ちょっとアキラチェック馬を、まあ、後で出してもらってっていう感じで、軽くちょっとやりたいなみたいな、どんな馬がなんか出てくるのかな、はい、っていうふうに思っていますので、まあまあ、 あの参考になるかならないかわからないですけど、はい、こういう馬がいるんだよっていうのを見ていただければいいかなというふうに思っています。というわけで、このチャンネルは、うん、そういうチャンネルですよね。どんなチャンネルでしたっけ。何かの文脈で誰かがお得になると判断したことであれば、どんなことでも取り上げる雑誌を節約チャンネルでございます。よろしくお願いします。秋田さん大変だね、急に来るんですね。はい、ということでね、はい、やっていきたいと思いますけども、はい、大体さ4冊あってバーって出てくる、なんていうの、最大公約数みたいな馬から出していけばいいのかなと思うんですけど、はい、そうですね。でもさ、クラブはやっぱ多いよね。サンデーのさ、コマンドラインとか、はい、コンドコマンド、そう、めちゃ出てくるじゃないですか、はい、でクラブはやっぱ除外してライバルだから、クラブじゃない方が出さないと意味ないんだけど、クラブは除外だったか、ノースヒルズにクラブはいないだろう。そうか、そうということで、まあ、僕がいろんな本で注目になっていた馬っていうのをパーって出したんだけど、はい、まずね、セレクトセール5億6000万の湘南アデイブ、里のスカイターフなどの下、里のスカイターフがまず期待外れっていうね。あ勝ち上がりましたっけ。あ、ちょっと見てみよう。勝ってますね。2月に勝ってます。うん、勝ってる勝ってる。ルメールさんは乗ってくれなかったみたいですけど、勝ってますね。そう、シーブの子ですね。みたいな、やっぱね、最近里見さんがちょっとあんまり高い馬を買わなくなったみたいなことも言われてますけど、これは庭ですね。はい、まあまあ、その、湘南アデイブやっぱり注目されると思います。はい、であと個人的にはですね、去年動画でもやったんですけど、ダノンマイソウル、あ、マイソウル、そうだねあ、そうだねそれしかないこと、嵐を呼んじゃうよって。あ、嵐の歌か、これ。え、違った、そうだよ。いや、そうですね。ということで、はい、セレクトセールの動画を去年やったんですけど、はいはいはい、それで4億を超える価格で落札されたのがダノンマイソウルなんですけど、で、この馬ね、お兄ちゃんがモンファボリというサンデーレーシングの馬で、はい、ちょうどさ、すごい強い勝ち方をした時だったのよ、モンファボリが、はいはい、ね、やったよね、覚えてる。
やったモンファボリっていう名前は覚えてる。だからお前そればっかりじゃねえかよ。大体リアクションそれなんだけど、金橋さん。そう、モンファボリが強い勝ち方をして、でも函館2歳ステークスで負けたんだよね。うん、函館だっけ、ね、そうそうそう、はい、負けて、おいおい、これセレクト4億で買った、大丈夫か、ダノックスみたいなことを言われてた、その、ダノンマイソフ、注目だなと思っていたり、はい。あとは、里見さんの馬だね。里見ドルチェ、テルセットの下ですよ、後ろ。で、父がオルフェーブルで、イケイキュー社っていうのがいるので、まあ、このあたりも注目したいのと、里のゼノビアに注目したい、国枝厩舎、ディープインパクト3区。で、追い分けファームの中庭崎取引っていうふうに本に書いてあった。あとはですね、金子さんの馬ですよ、忘れちゃいけない、うん、金子さんの注目馬っていうのを挙げていきたいんだけど、ダンテスビュー、ダンテスビューと、ロムネや、カラパナブラック、サラピ、この4頭名前も上げとくことが大事かなと思ってます、今日の動画。そうですね。そうそう、ちょっとツバをつけて。ツバつけて、そう、はい、このあたりがちょっとライバルとして出てきそうだなっていうのを、今、これも本当にファーストインプレッション動画です。で、ちなみに、その、まあ、ロムネアっていう馬が、父ディープで、セレクトで2億超えの馬だったりとかですね。はい。ダンテスビューもセレクトか。ダンテスビュー違うかな。あ、クローキャニオンだから、金子さんの馬なんだよね、これもね。そうですね。そう、はい、そうですね。はい。だったり、あとは、サラビ。サラピっつってのは俺、サラビ。サラビです。で、これは、サンデーレーシングで藤沢厩舎にいたアルーシャっていう馬ですね。はい。その下に当たる馬だったりしますね。この辺りかなと思いました。一番気になったのは、そのカラパナブラックっていう馬は、金子さんの馬で、この名前が2代目なんだよね。あ、2回目 ?2 回目。何年経ったら使えるんだっけ。そうそう、なんかルールがあるんですよね、一応ね。なんか、抹消されて5年とかじゃなかったっけ。うん、なんか、うん、細かいルールはちょっと。覚えてないですか。そうそう、はい、多分5年ぐらいだと、はい、思い出がありそうですね。思い出がありそうですね、カラパナブラック。はい、ということでこれはちょっと覚えておくといいんじゃないでしょうか。はい。ソクラテス、アリストテレスの弟なんだけど、このアリストテレスのお母さんね、ノーザンファームからレイクビラファームに移ってて、なんかレイクビラファーム生産になってるんですよ、このソクラテスっていう馬。はいはい、うん、でちなみにアリストテレスっていうのはソクラテスの弟子なんだよね。弟子あ、本物本物うまいもん。で、師匠と師匠は、まあまああるかもしれないですけどね、分かんない。あるのかな、分かんないですけど、師弟関係というか、もうなんかあれだよね、上下関係はあるだろうね、上下関係群れの中でね、はい、それは分かんないです。あとエリカコレクトっていうワーケアの下のね、はい、チェリーコレクトの子供ですか。あ、チェリーコレクトの子供だからエリカコレクトなんだ。なるほど、はい、ああ、そういうことか。うん、エリカコレクトってなんだろうって言ったら、なんつったんだっけ。別にあ、そういうことね。これセレクトセルで 1.5 億円だった馬ですね。はい、という感じで僕はもうこれぐらいなのかな。今バーって名前上げていったので、まあテロップで出てると思いますけど、そのあたりのやつをちょっと注目として、まあね、金子さんの馬もそうです、里見さんの馬もそうですけど、やっぱりライバルになりますからね。そう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 、ライバルとしてその個人の方の馬っていう両決馬をとりあえず上げておきたいなっていう感じです。はい、そして金谷さんセレクト大戦牧場ヒルズな大戦ヒルズからちょっとピックアップしろっていうことでしてきましただろ、そこは俺してきた。俺の担当大戦ヒルズで、まあノースヒルズの馬だよねっていうのをさ言えばいいのに、うまいこと大山って言っちゃうしさ、あんなに言ったのに何なのかな。お前ね、コントレールの弟がいる。あ、そう、サセットクラウドっていう名前。なるほどなるほど、はい、これはやっぱ一番注目ですよね。まあそうだね、まあ、名前かっこいいですね。ね、サンセットクラウド、ね、どういう意味ですか。日が落ちるクラウド、クラウドなんだ。雲だよ。雲か。あ、雲に繋がってんだね。コントレールド。飛行機雲。なるほどなるほど。夕日の時の雲だ。うん、そうだね。夕焼け雲。はい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 。これが一番注目かな。うん。で、サイード。うん。お姉ちゃんが2頭いて重賞を勝ってる。何勝ってるの。ベルカント。ああ、ベルカントとかね。イベリス。はい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 。重賞が重賞。なるほどなるほど。あ、まあ注目だねそれはね。うん、ノースヒルズの方が強いからねやっぱね。はい。で、うん、テンダンス。カデナの判定。カデナの判定。カデナの判定。お父さんは？え？ちょっと待って、調べたんだろうよ。調べた調べた。お、ジャストウェイ。ジャストウェイ。はい。アンティフォーノちゃんのお父ちゃんと一緒だ。そうですね。はい、アンティフォナのお父ちゃんじゃないですね。あの、なんだろうね、アビコワヤで、レイ、うん、フィオリキアリ、うん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 、ゼンマイってこと。はい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 、秋華賞に出てた。
ね。そうだね、うん、はい、クラシック全部、クラシック全部出たけど、あんまり振るわなかったのかな。うんうんうん、まあでも活躍はしてますよね。はい、いろんな名前は知ってるよね、うん、はい、絆の言葉だね、はい、オークス3着の注目の絆3区、オークス3着の注目の絆3区といえば萩野ピリナ、萩野ピリナ藤掛くんだ。あ、そう、藤掛くんだね。そうそう、最後ペアブロッサム、これがコルテジアの、はい、あ、コルテジアの弟、うん、お父さんはえそう、ラニ、ラニって新種ボアだね。おー、ラニ、ラニね、いいじゃないですか。はいはいはい、ありがとう、たどたどしい調査何が一番注目ですか。あ、ね、サンセットグラブ、やっぱりね、まあそうなりますよね。そうなりますよね、はい、みたいな感じでちょっとバーって見たんだけど、はい、まあまあ、あと忘れちゃいけないアキラチェック。そうですね、じゃあ僕のターンですね。はい、ってことですね。アキラさん、いろいろ見た。いや、僕はあの多分2冊ぐらいですかね、うんうんうん、もう軽く見る感じでしたけど、うん、はい、軽く見るってことは買ってねえなこいつってことですか。そうだね、軽く立ち読みしてきたね、これ。そうですね、はい、一番ダメだな。じゃあ3分あげるわおお、結構いるんだけどな、はい、で僕が一番良かったなっていう順番に上げていきますけど、うんうんうん、まあ、やっぱり一番気になったのはダンティスビューですね。おお、金子さんのね、金子さんの、はい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 、この馬が一番良かったかな、うんうんうん、で次にあげるんだったらコリエンテスで、はい、これシルクレーシングの馬ですよね、はい、シルクの馬ですけど、はい、チェック見たんですけど、あのベスト8、うん、9位だったかな、スコア的には。アキラサイトクラブの馬は今日はやめよう。あ、そうです、ライバルだから、はい、じゃあ飛ばしてで次が、G1 レーシングのリープズオブ、はい、クラブの馬はやめよう今日はリープズオブグラスはダメだね、うん、じゃあ次ですね、ダノンギャラクシーダンテスビューの次はダノンギャラクシー、ダノンギャラクシーセレクトで3億円超えた、あ、ベネチアドールなんだ、お母さん、はい、はい、ディープインパクト3区のオーバーですけど、うんうん、まあ、こうさっきの挙げた以外のディープインパクトではこの馬が一番良かったのかなと思いますね。なるほど。で、そして次がロートがいるし、はい、ライオンがいるし飛ばしですね。浦川のオルフェブルサンクですね、うんうん、ハープビーパーブーケのライラックですね、はい、あと挙げるんだったら、飛ばし飛ばしでアスプレットスターって言うんですね。はい、はい、これ千代田牧場、牧場生産の、はい、セレクト2200万円、2214万円の馬ですね、うんうんうん、とあとはキラ牧場さんかな、新木坂の、はい、エーシンブラボーって、エーシンブラボー、エーシンさんの馬ですね、はい、はい、エフェネリア3区ですね。この馬が良かったかな、クラブ以外で。アキラさん、クラブで挙げてる馬のそのラストファンタジーって言ったじゃん、ロードの、はい、これなんかロードでめちゃなんか話題になった馬で、あ、そうですか。最後のなんか最後の最後に調教がこの馬は物が違うかもしれませんみたいな、おコメントが出て、多分あれだよね、ミノルさんが、藤田さんがコメントをくれてたので、はいはいはい、でそれであの一気に売り切れたっていう。あ、なるほど、うん、でも物が違うらしいですよ、僕それを知らなかったそうそうだから、お、出てると思ってこれ入ってるで、はい、そう、ロードのアキラサイト見たんですけど、うん、橋にもボリューム引っかかってなかったこれがまたすごいですよ。いや、変わったんじゃないの、はい、でも、うん、一応ね、コメント見たんですよ、うん、そしたら、頭が大きくてパワーがありそうなんで体に幅が出てくると、さらにいいですって書いてあって、ね、幅がなったって幅が出たってことね、出たってっていう感じで、こういう馬をちょっとあの出してみました。はい、ありがとうございます。かねちゃんが振り返る去年の期待は高かったけど走らなかった馬、この、あれだよね、須田隆夫さんのこれ ね、出してるやつね、赤音ってやつ、行けてなかった生まれつでピックアップしますね。はい、アークライト、うるさいわいきなりそのうるさい、うるさい4000ゼロ勝いやでもいい馬だったんですよ、うん、あとはあれだよね、トレデマンドはあのなんだ、サンデーの注目のコンドコマンドの、はい、なんだっけ、あれコマンドラインじゃん、あ、コマンドライン、コマンドラインの上だよね、うん、そうですね、はい、アルマドラード、よくドラマとかで偉大な兄を持ち過大な期待を受けることに反発しみたいな設定があるけど、その馬バージョンがあるとしたら多分この馬、さすがにダービーとかは難しいにしても最悪でも夏来たでしょうか、夏子たちじゃないの、夏子たち賞だよ、そうだな、この子の偉大なお兄ちゃんは誰、はい、誰だと思う、アルマドラード、キングカメハメハ、母ラドラーダ、レイデオドラパカ、レイデオロね、そうだよね、はい、リュラネブラ、クイエダ級者のね、4000ゼロ賞、あ、ミュージカルウェイの子もいるね、そうか、シテフローラルとか、あ、シテフローラル、これ金子さんの方だよね、はい、セブンサミットね、
母シンハライトっていう感じで、ライバル列伝で揃ったということで、はい、新馬戦が楽しみですね。ダービーは何が勝ったのでしょうか。結局エフフォーリアが勝ったらもう友達に祝電を打たないと。祝電でドラえもんの電報わかるポンタでもいいけどね。あ、ポンタポイント、ね、ポンタポンタポンタポイントプレゼント、ポンタバージョンの、ポンタバージョン あるのかな。ということでね、はい、終わります。それでは今日の動画がちょっとでも面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をポチリンチョでよろしくお願いします。はい、本見るとみんな凱旋門勝ちそうな馬ばっかりですもんね。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何なんだよ、何なんだよ最後。